ンから夕日を撮影しています。あと多分20分ちょっとぐらいで綺麗に沈んでいくはずなので、それをちょっとビデオで撮れるかどうかやってみます。大丈夫です。はい、いいです。すごく上がりますけど、いいですか？あ、大丈夫です。髪の毛乱れてませんか？大丈夫ですか？
ハミハミしてます。かわいい。Thank you.
そうですね、うんうん、頑張って夕日を待ってみたんですけど、今日はなんだかちょっとこう、なんて言うんでしょう、こうあそこに見える山の上、遊園地になってるんですけど、あの遊園地のなんか裏側の方にある、なんか下の方にある雲がこうもっと薄いと綺麗になるんですけど、今日はちょっと暑すぎてお日様がちょっとよく見えないので、全体的にこうわーっとこうオレンジになる感じ、いつもの感じちょっと伝えられなかったかもしれないんですけど、まあまあまあ、ちょっともう一回今度改めて来ることにします。二月堂の夕日はすごくおすすめです。ぜひ見に来てください。なんかしっとりしてすごく、あの夕暮れ以外は人も少なくて綺麗なとこなので、じゃあ今からあの東大寺の敷地を通って下まで降りていくので、この階段ですね、こちらの階段を降りて、でこの
この中をちょっとジグザグの階段を降りてですね、でこれが東大寺の大仏殿ですね、ジャイアントブータのとこ、そこまで行って、でそれからそこのね参道をこのように通って、でこここうですね、で三条通りの方に向かって帰りたいと思います。じゃあお散歩出発しましょう。なんか残念でしたね。では歩き始めます。ここから奈良町まで、早く歩いてだいたいどれくらい20分ぐらいかな。どうしよう、ずっとカメラ持ってたら疲れちゃうから、行けるところまで行きます。ここ水を取るところですね。この階段がね結構素敵なんですよね。お祭りの時にはここを、あの松明、すっごく大きい松明を持った人がここを歩いていたりします。この階段をこんな感じです。よいしょ、降りていきましょう。見てる。かわいいね。あら、かわいいって言ったらそっぽ向いちゃいました。ぷいったって。いつも私はお友達が奈良に遊びに来るとこの道を案内して、なるべく夕方に、無理だったらもうちょっと早い時間なんですけど、ここに来て夕日を見ることにしています。でここからがあの東大寺の敷地の中で、お寺であの働いている方たちの住居とか修行の場所とかがね、この道の、ここ綺麗な道なんですよね。なくなってきたところにザクロがな、大仏殿堂というそうです。ここ素敵ですよね。立派なもんですね。見て、とっても立派。今の道、素敵。ではここを下っていきましょう。真っ暗になる前にお家に帰りたいので、今日はママとお家で晩ご飯のお約束があるから早く帰らないと。こっちは何でしょうね。ああ、ここも
すごく立派な門があります。鬼瓦がすごいかっこいい。あ、田んぼです。見て、とっても綺麗。かわいい。見て、お地蔵さんのところに鹿ちゃんがいます。あ、小さいかわいいお地蔵様たちと鹿ちゃん。何してるの？ちょっとクンクンする？うん、かわいい。あ、いらない。ごめんなさい。またね。バイ。はい、東大寺の大屋根が見えてきました。はい、ずっとあの階段の道を降りてきて、今あの東大寺一番観光客の人がたくさん観光に来るエリアですねに戻ってきました。すごい上にカラスがいっぱいいる。ちょっとヒッチコックの映画みたい。知る鹿さん、何のお花だろう。ピンク色のお花が咲いてます。何かしら。立派な屋根の大仏殿に戻ってきましたよ。すごい川がずっと、また小さい。これはいろんな神様かしら。東大寺の大仏殿のところまで行ってからビデオ止めようかな。じゃあ、すいません、うまく持てない。ちょっと待って、これで揺れないでしょうか。今日はの半日授業がなかったので、ランチしてお茶してからですね、着物に着替えてお出かけしてきました。奈良に来たら大概毎回来る二月堂の夕日が見たくて今日来て、皆さんになんか夕日の綺麗なところを見てほしかったんだけど、今日はあいにく曇りだったのでなんだか残念ですが、皆さんに素晴らしい夕日を見せることができなくてちょっとがっかりですが、でもあそこ空気も綺麗だしね、気持ちがいいので行けてよかったです。あの夕日を待っているなんか何人か他のね知らない人とかとなんだけど、なんとなくみんなが同じものを同じ方向を見て同じ夕方の空をずっと見ながら、なんか太陽が暮れていくのをじっと見ているあの瞬間ってちょっといいですよね。
裏側に行くと正倉院だったって。はい、あ、すごい減ってるよ。なんかめっちゃ手が疲れてきちゃいました。もう今日は皆さん、今日は私の夕方のお散歩に付き合ってくれてありがとうございます。くだらないビデオでしたが、でも私の習慣で本当大好きな、なんて言うんだろう、アクティビティの一つなので、皆さんとシェアできてとても嬉しかったです。あと今日今年初めてじゃないかお正月とかも着物着たのかな。そうか、うん。でも今回一時帰国で初めて着物を着たので、皆さんにそれもお見せできて嬉しかったです。じゃあまたね、見てくれてありがとう。